はい、どうも、トラ吉の無課金ハオーロード阪神受精編です。今日でログインが、はい、1460日目ということで、まあ、この阪神受精編ね、丸4年、まあ、阪神受精編というか、この YouTube のチャンネルですね、トラ吉の無課金ハオーロードという、まあ、チャンネル自体が4周年ということでね、今回この S ランク企画書もらいましたんでね、これの開封したいなと思います。まあ、ぜひね、まあ、阪神の選手来てくれればいいなと、4周年でね来てくれればいいなと思ってます。はい、あとオーダーの方もね紹介するんですけども、まあ前回のオーダー紹介が最強決定戦のセリーグ限定リーグの時の、からオーダー紹介してませんので、そこからまあ1ヶ月ぐらい経ちましてね、まあ、どういったオーダーになったかというのも、ご紹介したいなと思います。はい、まあ、このエスラン契約書ぜひ阪神来てほしいです。はい、はい、現在2023年6月16日の14時4分なんですけども、一応ですね、無課金でねずっとやってますんで、エナジーの内訳の方をねご覧いただきたいなと思うんですけども、こちらですね。はい、合計所持が2732、優勝0、無償2732ということでね、まあ、最初から、まあ、ずっとね、無課金で、まあ、プロスピね楽しませてもらってます。はい、そういう感じですね。はい、はい、まあ、オーダー紹介の方ね先したいなと思うんですけども、今週はリーグランク9ですね、現在安定昇格圏875位ということなんですけども、まあそうですね、今週はちょっと上がれそうな感じかなと思うんですけども、直近4週こういう感じですね、覇王9、覇王9ということで、まあ行ったり来たりですね最近ね。まあ、このちょっと前はね、この4週より5、6週前はちょっと維持できたりもちょっとしてたんですけどもね、また覇王と9行ったり来たりになってますんでね、まあ維持またできるようにね、ちょっとオーダーの方も強化できればなと思ってるんですけどね、まあなかなかちょっとガタとかもしてないんでね、まあちょっとすぐに強化ということはできないんですけどね、まあ徐々にやっていきたいなと思ってます。はい、はい、それでは、無課金阪神純正オーダー丸4年ですね、丸4年経った、オーダーの方を、ね、紹介したいと思うんですけども、最強決定戦セレビュー限定リーグから1ヶ月経ってどんなオーダーになったかというのをご紹介します。こんな感じです。はい、チームスピリッツが 99,795 ということで、セリーグ限定リーグの時が 99,100 ちょっとやったんで、まあ700ぐらい、700近く上がったかなという感じですね。はい、まあ野手の点でそれから変わった選手といいますと、この原口選手がね、ミキサーで、来てくれまして、まあちょっと原口選手入れるためにね、バースさんをね、バースをレフトに回してるんですけども、まあ、一応ね、レフトね、島田選手なんですよね。島田選手、まあ、守備はね、島田選手がもちろんいいんですけど、まあ、打撃の方ではね、もちろん、バースさんの方が全然上なんで、まあ、ちょっと、そうですね、攻撃型の、そうですね、バース選手をレフトに回したっていう感じですね。はい。まあ、一応打順の方もね、ご覧いただこうかなと思います。野手の方は原口選手だけですね。はい。1番平野さん、2番近本選手、3番バース、4番掛布さん、5番田淵さん、6番今岡さん、7番佐藤輝明選手、8番原口選手、9番中野選手で、ベンチが梅野選手、木浪選手、島田選手、山本選手といった感じですね。はい、まあまだまだね、そうですね、今シリーズ取れてないところいっぱいありますんでね、まあ、特にベンチ枠ね、ベンチ枠ここをまあ入れ替えていきたいなと思ってます。もちろんスタメンの方もね入れ替えていきたいんですけど、ベンチ枠をこう入れ替えていってね、まあそうですね、今打者やったら大山選手とかね来てくれたら、大山選手レフトとかね、入れてバースさんをファーストにしようかなとか、あとまあミエセス選手、プロスパークのね各助っ人外国人ですか、覚醒で来ましたんで、まあ、契約書だけで極みになりますんでね、それをまあレフトにしてバースさんファーストに戻そうかなという構想もあるんでね、そちらが、まあ、まず現実的には優先かなと思いますんで、まあちょっと覚醒の選手なんでね、時間かかりますんでね、まだまだレベルマックスとかに、ね、しなければいけませんので、まだまだちょっと時間はかかりますけど、まあ、そのあたりでちょっと強化しようかなと、強化できるかなという感じですね。はい、で、投手陣の方ですけども、投手陣の方はですね、まずは先発2の、西純也選手ですね。はい、ここもねミキサーで来てくれたんですけども、西勇輝選手と変えて、先発に入ってますね。はい、であと中継ぎ1の浜松選手、まあ、ジュニアトーナメントのね、浜松選手持ってたんですけども、それ継承しまして、でまあ称号もつけたらね、称号、運よく勝利の下ついてくれましたんでね、4330になりましたんでね、まあ、非常に良かったかなと思います。はい、
まあ、ここですね、この2名が、1ヶ月前からは変わったという点です。あとベンチの、ね、ウィルカーソン選手がもう懐かしのウィルカーソン選手入ってるんですけども、渡辺選手一応ね4100で、渡辺選手スピリット4100でね、ウィルカーソン選手50高いんですけども、ちょっと超変幻自在というね、コンボがね消えてしまうんですよね、渡辺選手だとね、B 球種ないんでね、まあ、ウィルカーソン選手一応 B 球種1個あるんで、チェンジアップねあるんでね、まあ、これのおかげで超変幻自在が、発生しますんで、まあそれもあってね、まあ、50ちょっとスピード下がりますけども、ウィルカーソン選手を入れてそのコンボを出してるといった感じですね。はい、でまあその発動コンボの方もちょっとご覧いただきますね。はい、発動コンボちゃうわ、最大コンボ上昇力ですね、最大コンボ上昇力が9918ということで、これ前回よりもちょっと上がってます。はい、まあ一応9900、まあ1万にはね届いてないんでね、まあなるべく1万に届くようにこれからまたオーダー組んでいきたいなとは思ってます。はい、で能力チャートの方はこういう感じです。はい、でその発動コンボなんですけども、ここですね、はい、まあ、極みタイガース魂で超変幻自在、これ先ほど言いましたね、ウィルカーソン選手、渡辺選手入れるとこれ消えてしまうんですけども、ウィルカーソン選手入れてますんでね、これでまあ一応超変幻自在ついてるかなという感じです。ここにまあ新たなね湯浅選手とかね来てくれればね、ウィルカーソン選手と変えるんで、スピリッツもぐんと上がるんですけどね。はい、で超力戦奮闘ですね。はい、であとはそうですね、オートグラフ、アニバーサリーの青柳選手ですね。はい、まあ、この辺出てますね。はい、こういう感じで、コンボの方は出てます。はい、はい、こういう感じですね。はい、はい、まあ、これがね、阪神純正、無課金阪神純正、まあ、4年目の、ちょうど4年のね、オーダーなんですけども、まあ、まだまだこのシリーズになって、そうですね、ミキサーの方もね、なかなか取れてない選手もいっぱいいますしね、これからまあタイムスリップでもね阪神強い選手出る可能性ありますんでね、まあ、そのあたりもうまく取れていければね、まあ、エナジーの方もね今2700ちょっとありますんでね、まあ、そのあたりちょっと駆使してまあそうですね取れていければなと思っているんですけどね、まあ女性最強決定戦までにねどうにかちょっと強いオーダーにしてね挑みたいなとは思ってます。はい、以上、丸4年の、無課金阪神女性オーダーでしたね。はい、こんな感じです。はい、それでは最後にこちらですね、これ受け取ります。累計1460日ログインするの S ランク役所受け取ります。これ開封しますね。はい、さあちょっとね来てほしいですね阪神ね。それでは行きたいなと思います。はい、ですね、一番下です。はい、ミッション累計1460日ログインするの達成報酬 S ランク役所、ぜひ阪神来てほしいです。行きます、お願いします、阪神来い。さあ4周年記念、これ阪神来てくれ。さあどうでしょう、1チーム確定ないかな、パッと当たらへんかな、当たれ、当たらへんか阪神来い、さあ来い、うーん、やばい、強いの来た村上選手、いやー4周年にふさわしい村上選手ただ阪神じゃないんでね、ミキサーに行きますけどもえらい強い選手来ましたね、すごいの来ましたわマジか佐藤選手とか来てほしかったな、それやったらな、まあまあまあしゃあないですね。はい、ヤクルト村上選手来ましたね、村上様来ましたね。はい、残念ですね、はい、まあまあまあしゃあないですね。はい、阪神こずということで、まあこれ そうですね4年経ってもなかなか自チームは引かないということで、まあ、これからも頑張っていきたいなと思います。はい、はい、まあ今回こんな感じですね、一応まあ今日でチャンネル自体もね、 YouTube のチャンネル自体も4周年ということでね、これからも5年目に向けて5年目に向かっていってね、頑張っていきたいなと、まあ、楽しくね、自分らしく楽しく阪神純正ね楽しめたらいいなと思ってますんでね、まあ頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、今回こんな感じです、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。